はい、どうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はね、ダイアネス聖堂高校で野手を作るのですが、はい、前回ね、バトスタ SR の倉持を手に入れたので作り直しているという話をねしていましたが、はい、作り直しです。野手です。はい、ライチ PSR レベル40のフレンドさんがいたので、こちら野手作り直します。 63% です。これ何気にね、いい選手が出来上がる、まあ、技術がどうしても足りなくなっちゃうんですけれども、そこまあ意識してやればね、まあ、S ランクは余裕というか S ランクの選手しかできないです、現状。はい、やっていきましょう。倉持がね、うまいことハマった 日にはね、もうものすごい選手ができます。まあ、倉持ってね、その特能が多くてね、まあいい点でも悪い点でもあると思うのですが、それが特能が多すぎるがゆえに、ちょっとうまくハマるときとハマらないときがあるんですね。単体で使うとというか、その辺を加味したデッキにしないと。ちなみにその辺を加味したデッキと言いますのはどういう感じかというと、ちょっと眩しいな、カーテン閉めよう。その辺をね、加味したデッキというのはですね、例えば、はい、盗塁丸とかね、走塁丸ね、他にね、持った選手っていると思うんですよ。例えば中之島とか小平とか、まあ、そういう選手とね組み合わせてあげることによってね、割とねいい感じにすることはできます。なので、まあそういうね作り方を考えていかないと、なかなか使ってあげられないのかなとか現状感じております。はい、まあまあそれはね、また後々取ります。めっちゃいろんなデッキ考えてるので、それに関してはほいほいほい。で、まあこのデッキ使うときに、まあ気をつけたいのは、一応ムードと体当たりだけは直取りで先に取るということですね。まあ案外ね、広角打法ライチも竹本も教えてくれるんですが、まあ広角がなぜか一番教えてくれないです、このデッキ。割と最後になって、広角のコツを教えてくれてないよってことが何度かありましたので、まあそこだけは気をつけていきたいと思います。筋力がね、体当たりは50いるので、そこが最初辛いというかところでは、まああるのはあるのですが、で技術が足りないから、なるべく技術系のをやる。でね、ライチを1、まあ正直ライチの評価を早めに上げとくと、精神量コマンドとかもろもろ使ってうまい感じでスペシャルダック誘発していくことができるので、まあライチね、 PSR レベル40だと非常に初期評価が高いので、すぐできちゃいますけどね。出た、やる気を根こそぎ持っていくマン。はい、でここから精神量とのにらめっこが始まるんですが、まあ基本今のはクソだったので、ここだな、まあ、SR の評価を上げようと先に。いや、それにしてもですよ、バトスター、まあ最初の方ちょっと SR 倉持早く手に入れたくて、パパパパパーと、ちょっとまあ、5個ぐらい、5個も使ってないか、まあ、多少石を使ったんですよ。多少石を使ってですね、パッパッパッと回したんですけれども、ちょっとね、それ以降、倉持取ってから一切使ってなかったらですね、石を。非常に順位が下がってきました。今300位ぐらいまで落ちちゃったんですね。これはまずいと。やはり、PSR チケット欲しいので、まあ要するに500には絶対入りたいんですよ。てか100位以内目指そうと思ってたのに、100位以内はちょっと辛そうだからやめました。まあなのでちょっと本気出します。これであと2人ね、作り直せば、とりあえず倉持手に入れて全部作り直せるので。とりあえずあと2人、外野手これと、あとセカンドを1人作ればね、もう大丈夫なので。てかちょっと聞きたいことがあるんですが、あのヘッスラのコツ、ヘッドスライディングのコツ持ってるやつって、僕が知ってる限りじゃ最近まで誰も教えなかったんですよ。鮫島しかり、矢部くんしかり、
コツはも特能として持ってるけど、コツとしては教えてあげないみたいな、教えられないみたいな、間違いなくそうだったと思うんですけど、まあ最近というか、まあ最近も扱ってないですけど、初期の頃のパワープロってなんか倉持は教えてきますね。倉持特有なんかわからないけど、とりあえず倉持は教えてきますねっていう、まあそれだけなんですけど、倉持はとりあえずヘッドスライディングの特能を教えてきます。あー、クソクソの方だ、丹波。まあ理想はミート C パワー S とかなんだけど、まあ無理だから、ミート D パワー S は目指せそうな気がする。のアーティスト、まあ、それが理想だけど、ケースバイケースで割となんかよくわからない感じにはなる。案外ね、あれが足りないと思っていたら、何？粘り打ちか。そう、案外技術が足りないと思ってたら、ミート B パワー B 守備もまあいいまで、肩いいまで上げれた選手とかもで、守備職人も取れたみたいな、なんかねばらつきがやはりありますね。一つのデッキで作っても意識の仕方一つで全然違いますね。で、試合には勝たないとやばいから、経験点的に。ここのピッチャーがいい投球してくるんだ、また変化球うまいこと使って。全然能力上がってない時に。入れ。よし。薬師の練習試合の時にちょっとピッチャーが強すぎるでしょ。うわ、ホームラン打てねえよ、まだ。うわー、渋いな。頼む、もう1点取ってくれ。はい、試合経験点40点損しましたというか、なんでこれ引き分けになるかね。もういつも言ってるけど、薬師の主要キャラ全部こっちいるのに。へいへいへい、経験点40点無駄にしたよ。オッケー、粘り打ちを結構いろんなところで教えてくれるんですよね、これ。なのでライチに教えてもらう前にもう取れちゃうってやつですね。まあ、最低限の守備も30までは絶対上げたかったので、はい、でライチ行くか。でやはりね、聖堂のね、何人か沢村とか古谷を除いては基本11月1週からじゃないとこの弱点克服イベント起こらないですね。もう割と確信に変わってきました。動画の中でね、あれ、これもしかして起こんないんじゃないかみたいなことを言ってきたんですが、やはり起こらなかったです。おっしゃ、鉄さんいる。よしよしよし、いい感じいい感じ。あ、やはり技術足りない感じかな。それにしても聖堂はイベントがなんか少ないと初め言われていたんだけど、増えた、なんかサイレントを修正されたかなっていうイメージがあるぐらいなんか増えた気がします。うわー、くそ、失敗した。今ので世渡り上手手に入れて技術が40上がるのに、なんか星を見て勝手に体力上げるイベントとか昔絶対なかった気がする。なんかハルッチに呼ばれてなんか精神上がるイベントとか、掃除のおばちゃんにあとは怒られるイベントとかなかった気がする、昔そんなの。気のせいかな、自分が知らなかっただけかな。うわ、出た、もうド M の方いらないよ、やる気ただでさえなくなるのに。さすがにちょっともう筋力が余りすぎだから考えていこう。で、この倉持の、敏感な男、これ飯に誘うだと体力が上がって、遊びに誘うだと精神が余る、回復するので、で、ちなみに SR レベル35の場合40体力回復するので、その時々の体力具合によって、まあ、体力回復の方を優先した方が僕は好きです。はい。
ほらヘッスラのこと教えてくるんだよね。だからヘッスラまあ直撮りしてもいいんだけど、教えてくるとは限らないからね、特能の数が多いから何とも言えないところではありますが、まあまあ教え、まあだから仕方ないよ。OK 呼吸も上げとこうか。で、精神量覗いてみて、おっしゃ、フリア。もうなんか最近聖堂高校でしか選手作ってない。絶対聖堂が一番いい、彼女を作らないんだったら、うん、でもな、割とずっと彼女が一番強いみたいなことを言ってきた人だからな、動画内でも。彼女作らない理由がわからないわみたいなことを。だからな、彼女の凄さを知っていても、知ってはいるけど、うん、いや、そのもう一回精神コマンドもったいないけど、うわ、もうクソだ。普通の練習がしたいんだが、せっかくこれ発動中は。結構2回ぐらいできますね、このラブパワー的な。まあ2回行くときはないこともありますが、ああ早かった、切れるのが。とりあえずクリス行くか。 OK、逆境は取りたいのでね。うーわ、サボり癖クソだ。もうサボり癖とか不眠症とか、もうほんとランダムで適当なのつくのやめてほしいな。しかもこうやって動画にしてるときって必ずそういうのつくよね、気がしたり。一回だけだ、本当に完璧なサクセスができたのは、あのショート作ったやつだけだ。まあ最後間違えて代打丸取っちゃったけど。よし、オッケー。 OK、 まあリカバリーとしては悪くなかった。今回本当に技術が足らないというか、筋力ばっかり得てる回のサクセスだ、得てる感じだ。でこういうとこでライチ行って、オッケー、ライチ呼んどいて、でライチだけ呼んどいてもあれだから。おっしゃ、沢村いる、沢村いる。ちょ待って、広角も取って、ちょっと先に言っておきますが、僕沢村との戦いめちゃめちゃ苦手なんですよ。なので結構みゆきに相談する押したりするんですけど、せっかくなんで自分で打ってみます。ちょっとで、まあ普通にもう、もう僕勝ったことないです、正直。沢村が一番打ちにくいんで、ありとあらゆるピッチャーの中で。お、ホームラン打っちゃった、そんなこと言ってたら。ちょっと皆さん、沢村の攻略のコツを教えてください。おいおいおい、勝っちゃった、そんな言ってたら。初めて、カットボールが微妙に遅いし、チェンジアップはまず打てないし、この通りで、ムービングだからホームランも狙いにくいし、あ、打ちちゃった。こんなにホームラン打てない普段は。え、てかまあ今結構能力上げてるからな。ほら、このカットボールがな、ちょっと遅くてちょっと左に曲がるから本当打てない。ちょっとかといってミートで打ったら、打ったでなんか出れ、結構ほら、おお、沢村ってめっちゃ精神魂溜まるんだな。聖堂魂、聖堂魂。え、これで逆境丸取ります。クリスと沢村に教えてもらう。おっしゃ、けど沢村との戦い方は技術がね60点に入るんで、相当楽になります、このこういう感じの選手作るのに。一応みゆきがいないかだけ確かめとくか。 OK、いや皆さん、ほんと沢村対策をちょっと、ミートで打てば、まああそこまでにあれか、
安倍火つけてミートで打つのが一番いいのか。いやでもミートで安倍火つけた状態のミートで打ったことあるんだけどな、普通に打てなかったぞ。おお、また精度魂の時があんまあれだった、あんま美味しくなかった。あとは金徳でちゃんとアーチストが来てよ。てかアーチスト滝本とライチと2人いるから今まであんま取れなかったことないんだけどね。ほぼ取れてる今までのサクセスでも。でライチは多分やったよね。よしコーチ頼む頼む、切り込み隊長。ちょっと遅いぞ来るのが。うん、なんでそこにいるんだよ。あ、初級丸のコツ、まあいいや。ちょっと筋力取っといた方が良かったかなって一瞬思ったけど、そうでもなかった。筋力が非常に多い時は。オッケー。で一応チャンス取ってもいいんだけど、あれがあるからな、まだ真田がチャンスを教えてくれる可能性があるから。んでここ早急丸取るかあれ取るかなんだけれども、チャンスメーカー取ろう。ここはクラモチが一応ね、早急丸を教えてくれるっちゃくれるんですけど、ちょっといくらなんでも辛いかな、あんだけ得能が多い中でっていう感じなので、小田切連れてきてる場合はね、早急丸うまいことね、小湊とか小湊兄とか春っち涼介さん、あとはまあこのみゆき、この3人ぐらいで早急骨を2回教えてもらっとけば、早急骨 SR のねキャラ1回教えてもらえればマックスで取れるんでっていう感じなんで、まあ、逆に言うとね、 R キャラで早急骨を教えてもらう場合は2回とそいつら3人のうち1回でいいんで。いやだから精度はそういうほんと使い方ができるからめっちゃおすすめなんですよね。あ、満塁ホームラン打ってるし。なんでここの練習試合はストレートしか投げてこないのに、能力の低いあそこの練習試合はあんな本気なんだっていう毎回言うやつ。やばい、これ電池的な問題で、まあいいか、多分間に合うっしょ。よし、スタメンで出なくてもこうやってマックスで取れば結局一緒。うわ、渋渋がきたい、渋渋渋がきたい。まあこういう時はコーチを追いかけると。うわ、もうクソな方を送った。まあいいけど、精神鬼余りだから今。金徳イベントが全部遅いですね。てか僕これね、後でお見せいたしますが、アーティスト、電光石火、それに落合の切り込み隊長、3つ全部取った選手を作りました。そんなこともできちゃいます。普通にだからいい選手できるんですよね、このデッキ。普通にいい選手ができちゃうってやつ。んー、落合頼むぜ。よし、ライチってあんま失敗しないイメージありますね。8割は成功する、ライチは。このびっくりかぶった時に2人とも分のびっくりくれるように修正されないかな。あ、阿部比少しってことは、まあ、くそ、阿部比取っといてよかった。いや、でもまあそんなことでもない。どっちかというと微妙なラインではあるけど。技術がこんだけ足りてないから微妙ではあったけど。精神めっちゃ余るな。一応いくか。今回は外野手作ってるから一塁手でもつけよう。うおー、技術稼ぎに行ったつもりだったのに。まあ全然いいです、誘発できるんでね、こうやって。
と1回。金徳はどれも微妙なところで終わる。なんか倉町ミスったらたまに赤徳がつくって聞きました僕。エラーとかがつくらしいんで、でも僕はまだ10人20人、もう下手したら15人ぐらい作ってると思うんですけど、倉持作入れて僕はまだ金あの赤徳ついたことはないです。でもなんかっていう小耳には挟みました。まあ、サブポジつけたところで意味あるのかって最近思い出しましたけどね。実際誰だあのおじさんね、おじさんと一緒にやって、もうそろそろチャンス取ろうかな。じゃあ次竹本のびっくりあったらチャンス取ろう。その前にアーティストが来てない。くそ、今回のバトスタの、まあもちろんバトスタのために作っているので、バトスタ的にはアーティスト取らないと意味ないとまでは言わないですけど、アーティストのためにやってるみたいなとこあるのに。ちょっとね、珍しく、まあちょっと諸事情により朝撮っているので、動画をちょっと眠たいです。頭が回らないです。だいたいまあ撮るの夕方以降が多いんですけど、夜とか夜が多いかな。今日は昼からよね、いろいろな日なので。おい、ちょっと朝の影響があるかもしれないですね、この後の試合に。全部ストレートだけ投げてくれればいいのに。おいおいおい、ヤクシ余裕で勝ってるじゃん。なんで練習試合の時勝てなかったんだよ。よよチェケラよ。やっぱ聖堂は騎馬がいない分経験点が安定するから、やはり試合経験点キャラを入れたいと何度も思う。うん、うん、何と比べてどうですかって言われてもあれなんですが、うん、どうしよっかな。ワンチャン守備の方にかけとこう。ワンチャン守備職人を倉持が今後教えてくれるかもしれない方にかけて、でコーチを追いかけよう。あ、コーチいないのか。だったら守備練やっとこうかな。あ、今の微妙だったな。精神量いってもよかったけど。うわ、補給 B まで上げちゃった。よしよしよし、まあまあまあ、アーティストが来てない、それだけが渋い。これでアーティスト来てたら割といい選手なんだけど、アーティスト来てないとパワー S まで上げないと意味ないからな。ほぼ意味ないことはないけど、パワー S、ミート C、パワー S まで行ってくれたらアーチェスをつかなくても許す。でもそこまではいかなそう。出た、苦手な内角。内角低め引っ張ったらファールになるし、難しいところ。でこのデッキのいいところは、大体どこのポジションで作ってもまんべんなく試合に出てくれるというか、聖堂高校自体にもそもそも野手がいっぱいいるから、ちゃんともともといる。例えば東条とか何気に普通にいい選手、ちゃんと元ピッチャーということでね、フォークとかも覚えてる、設定してるっていうのがね、このコラボの本気を感じるとこですね。まあしらすも普通に強いしね。
倉持がむしろ弱いぐらいだよ。あ、来た、成功しろ。おっしゃ、完璧だ、完璧だった。おっしゃ、完璧だった、マジナイス、ナイスすぎる、ナイスミドル。でもまあアーティスト取るよりミート A にパワー A にする方が先かなと思った。おー危ねえ、スカウト評価上げるか。よしよし、いい感じの選手になる。これでパワー A、 アーティスト、ミート C。 パワー A、 さすがに S は無理だ今回は。うわちょっと朝だから本当眠たい、やばい、眠たくはない、ね、目覚めはいいんだけれどもなんか目が渋い。おい、最近ねちょっとバトスターで全然ホームラン打ってないんで怖かったんですけど、ホームラン打てますね。なんかバトスターで最近ホームラン打ってないですね。やっぱりやる気の問題かな。やる気って僕自身じゃなくて選手のね。まあサクセスやってる時って大体絶好調じゃないですか。なのでまあいくらでも打てちゃうんですが、マチェットは弱い方だよね。これ赤壁だって、赤壁、あそこの王国強い、なんか威圧感持ってる選手がめっちゃいる。おい、うわ渋い練習がここに来て、頼むよ。でもやっぱバッティングに関係ある系の能力上げたいとなるとここなんだよな。全然得られないけど、いや金徳も電光石火とか来なかったしな。全体的に渋さみたいなものは感じるけど、よし、ちょ負けないでよ、あつるや。こいつはもうスプリットだけはとにかく打たない。なんでこう最初決めた位置から下に動かさなければ、多分ストレートに、あストレート、やばい負けんなよ、スプリットに引っかかることもないと思うんですよね。スライダーもだから動かさなければいい、初め決めた位置から。これスプリットだ、オッケーオッケー。今のはさすがにど真ん中にスプリットって分かったんで別として、よし、これもワンチャンスライダーの可能性があったけど、そうそうそう、今のは絶対スプリットだからもう打たない。あれはやめろ、フォアボールだけはやめろ、振るよ普通に。あこいつ四球あるんだ確か。うーん、ヒット打っても仕方ないみたいなところはある。あありがとう。誰が炎上したんだ、てか誰が炎上したんだ、真田か。鶴谷のスプリットが一番打ちにくいよ本当。あやっちゃった、言ってた、言ってたらやっちゃった、やばい、経験点マックスじゃないんじゃないこれ、まずい、言ってたらやっちゃったよ。あマックスだ、よかった。あホームラン2本打ってるか、言ってたらやっちゃうさ。うわ、甲子園に来てからの練習よ。ひどすぎないか、甲子園に来てからの練習が。21。肩が一番いいのか、そう考えると。あ、ライチがいたからか。甲子園に来てからの練習が渋かったな。渋が期待だ、本当に。
うわーチストが微妙にここで取れない。まあ最後には取れるけど、チャンスメーカーとか取るまであるな。パワーもうちょっとだけ上げる。言うて最後ここで一番下手しても、ま、一番下手した時のことを考えて一個だけにチョコをあげるの。よし、こうやって自分にプレッシャーをかけていくスタイル。こいつね、変化球がこう斜めのがないんで打ちやすいってとこありますよね。やっぱりなんだかんだ斜めが一番打ちにくいですよね。上下左右はなんだかんだ動かせばいいだけなんで。うえ、嘘、ボール球だったんかい。今の完全にストライクだと思ってた。ダメだ、朝の呪いとしよう。この一件は、あ、やばいやばいやばい。よし、あー、もう一本なんかヒットかしら、何かさ、3の2の2ホーマーだと確か経験点マックスじゃない気がする。3の2の2ホーマーって経験点マックスじゃなくない？覚えてないけど、あれマックスか、あ、ちょっとだけ6ずつ、やっぱそうだ、マックスじゃないわ。まあ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 いいでしょう。よし、まあ当初狙いぐらいの選手にはなった、狙ってたぐらいの選手にはなるね。 OK、 これで4番打たそう。この精神のあんまりが気になるな。代打取っとくか。47ぐらいのあんまりはまあいいか。もうこれ以上上げてもって感じだし。よし、 OK、 こいつレフトやらそう、守備下手だから。 OKOK、 4番になった。4番にオーダー編集に行く。でこの 45% のやつをね全部作り変えていたので、こいつより全然4番でしょ。今のやつの方がミート B だし、ちょっと得のこっちの方が多い気がするけど、まあいいや。でまあどうせ S ランクでしょう。 OK、 あっちの方が強いんだ、まあいいけど。でこの 39% の人たちはもう渋いから 45% の人たちに帰って、パーセンテージ、もうパーセンテージ優先で、基本的には基本的にはパーセンテージを優先していきます。まあ、言うてね、代打で出た場合でもね、そのホームラン1本分とかはね、このパーセンテージになるので、やはりそこ優先した方がいいと思います。よし、あとホンダっていうのをダイソー作りたい。あとセカンドだけですね、これで。まあ、とりあえず4番こいつでいいと思います。対エース丸がついてないのがあれか、ちょっと微妙だけど、まあまあ基礎能力が高くて、アーチスト、アベヒとかちゃんと全部ついてるのでだいぶ強いかな。はい、ということでね、まあ全くこれ 63% のやつは全く同じデッキで作ってます。他どういう選手ができたのかというと、なんか異常に筋力が少なくて技術が多い回だとこういう回になる、こういう感じになります。チャンスメーカーまでついてね、チャンスメーカー、アベヒ、盗塁に20丸、早急丸、守備職人とか対エースとか、なんか得のこんだけいっぱいついて、ちゃんと打撃系の主要なやつも全部取って、なんかこういう感じの選手になる時もあれば、もう逆にもう本当に技術足らなくてもう筋力バカで、なんかこれ下手くそだったのかな、この回作るのが。でもキャッチャーだから守備能力も上げたいとなってくると、こんな感じになったりとか。逆、なんか正直今まで一番うまかったのはやはりこれ、
倉持の電光石火で、滝本とライチのアーティスト、そして落合が教えてくれる切り込み隊長と、そして切り込み隊長、これね、あの倉持がチャンスメーカーを教えてくれるんでっていう取れると思ってたら、倉持に教えてもらわなかったと思う。この回みゆきにね、でも代わりにみゆきの精神療イベントで一回教えてもらってたので取れたみたいな感じでした。まあまあファーストなんでね、守備下手でいいだろうと、補給だけ上げてれば大丈夫だろうということで、守備へぼくしてこの3つ取りに行った感じですね。1番にめっちゃ1番じゃないですかこいつ。いや、もちろんこれよりいい選手ができるのは分かってるんですけど、このバトスタのねデッキで作ると考えたら相当いい選手だと思うんですよね。この1番、この1番やばい。今回のバトスタで電光石火切り込み隊長のアーティスト、まあまあということでね、まあ、このデッキがもう、もちろんレアリティの高さはもちろんありますが、僕は R でしか薬師高校のキャラ持ってないのであれですが、間違いなくねこのデッキが今回のバトスタで一番いいデッキだと思います。選手作るのにここはもちろん全部 PSR なら一番いいんですけどね、間違いなく、まあ、要するにこの5人と滝本が一番いいと思います。僕は今回は適してますね、今回のテーマに、このデッキが。まあまあということで、はい、まあ、バトスタを要するに頑張りますということで、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければね、概要欄の方から過去の、再生リストで過去の動画もご覧ください。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。